1998年10月、スズキが投入した新ジャンルの軽自動車 K。 その K に2002年11月に追加された最速バージョンが K-WARX だ。 WARX とはご存知アルトの最速バージョンの名前。アルト WARX が持っている過激さをそっくり K に移植したというわけだ。 K は98年の K 規格改正と同時に導入された車で、都会用 SUV のコンセプトとスタイリッシュなフォルムが特徴。かっこよさと実用性、さらにスポーティーさを併せ持っていた。 WARX はその K のカンフル剤として登場したのである。 K-WARX 最大のポイントはワイルドなエクステリアだ。ボンネットのエアインテークはもちろん、前後の専用バンパー、開口部を絞られたフロントグリル、リアスポイラー、フロントの大型フォグランプはまさに WARX。 軽量アルミと組み合わされた15インチタイヤもホットな装備だ。エンジンは64馬力を誇る 658cc 直産 DOHC インタークーラーターボ。最大トルクも 10.8 キロとなかなかの性能だ。駆動方式は FF とフルタイム 4WD の2種類。ギアボックスは4速オートマチックと5速マニュアルが選べる。サスペンションはフロントがストラットで、リアがアイソレーテッドトレーリングリンク。この足回りはノーマルに比べてややローダウンされ、乗り味は固めだ。インテリアで注目なのが、ドイツのレカラと共同開発した専用バケットシート。これが K にぴったりのサイズで、かつレカロらしいホールド性も確保している。 K-WARX はセミトールワゴンの利便性を備えた実用性の高い WARX なのである。